したらいいかよくわかりませんが、まず私基本的にオリジナルをやっておりまして、今年で54歳になりました。この間54歳になりました。今年でも55歳ですね。でまあなんで、さっき何ですか、平均年齢の話がありました。私もまあ結構上げてる方かなと思います。でもただあんまりなんていうんですかね、こう音楽経験というのがなくて、その外で、金山の南口でですね、路上を歌ったりしてはいたんですけども、ライブをちゃんとやるというのはあんまりないものですから、ド緊張しております。よろしくお願いします。ですね、実はですね、このお話しようかどうしようか迷ってたんですけども、ちょっとこの歌を、今からやる歌をうちのおばさんにちょっと捧げようかなと思いまして、というのは3日ほど前にですね、うちのおばさんが亡くなったんですね。で、実はこの後ですね、お通夜に行こうかなと思っているんですが、この黒いズボンはなんと礼服だったりしましてですね、うちに帰ってすぐに行かなくちゃいけないと思って礼服をこのまま履いているというですね、実に失礼な気がしますが、でやる歌ですけども、サブウェイと言いまして、僕は金山からこの矢場町の近くが仕事場でして、そこへ向かって地下鉄乗ってくるんですけど、その地下鉄の中で見かけた女性の方のことをちょっと歌った歌です。それ聞いてください。サブウェイ。Oh.